豊臣政権の土地、身分政策1、一中世後期の近畿地方では、ソウの自治や農業の生産力が発達していた。そこを根拠に台頭した、豊臣秀吉は、ソウの伝統を踏まえ、1582年、服属させた地域に、村を単位として、対抗県知と呼ばれる、新しい方法で県知を施行していった。一端を、 360部から300部に狭めて、伝畑、屋敷の面積を、一区画ごとに測り、上中下、下下の収穫高の国盛りに面積をかけて、国高を定める国高制を採用、寒高制を廃止して、作人を記載した検知帳を作成させて、村に交付した。この時、容積が不統一であったマスについて、 京都を中心に使用されていたマスの要積に基準を統一し、京マスと呼ばれた。地主などが五作料を取る権利を認めず、年貢を負担する、百姓一人の土地の所持を認めた一致一作人の原則を定めた。村の自治的な力量と、責任で年貢などを一括納入する村受け制も導入されていった。大名にも、国高で事業を与え、 豊臣政権も近畿地方を中心に220万石を超える直轄地の暗い位置を確保した。